今日の字は南です。左上を開けると行書らしくなります。両サイドの縦角は内向きに、中心は右に寄るように、下の部分もしっかり中心を合わせましょう。南とは単なる方角のことだけでなく、暖かいイメージを思わせます。でも私の知り合いの南さんは実に冷静で冷ややかな方です。そして知り合いの北さんは何事にも熱い方です。面白いもんですね。南半球は北が暖かく南が寒い？そうか。じゃあ南さんと北さんはどうなるんだろう？それは変わらないか。